夢ラジオ第878回、今日は平成29年11月4日土曜日です。時刻は0時10分。11月4日土曜日、なったばかりですよ。時刻は真夜中を超えました。日付が変わりましたね。日付が変わった土曜日、今日は朝早くに起きて湘南まで行かねばなりませんから、こんな夢ラジオの放送やってる余裕ないんですけど、真夜中放送いたしましょう。今回のテーマ、水晶の夜、クリスタルナハト。水晶の夜、初めてこの水晶の夜っていうのを言う言葉、ドイツ語ですね、クリスタルナハト。大学4年生、あの頃もうドイツ語は分かるようになってました。で、ドイツ人の先生と CDF っていうドイツのテレビのドキュメンタリー、そのドキュメンタリー見ながらドイツの現代史を学ぶ、そんな授業。私以外はみんな女子でしたね。なぜか。学習院大学に所属していたドイツ語の先生、なぜか非常勤で来てくれてたんですね。で、CDF のドイツ現代史、それを学部生の私たちに見せてくれて、そこからドイツの歴史への目が開かれていった。大学4年生の時、他の女子たちと見た CDF のドイツ現代史ドキュメンタリー、その中にね、この今回のテーマ「水晶の夜クリスタルナハト」出てきました。学習院大学から出向で、出向っていうのかな、非常勤で来てらしたドイツ人の先生、その先生に「なんでこんなにロマンチックな名前がついてるんですか？」大学4年だった私は聞きましたね。ガラスがキラキラ光ったからだよ。先生、そうお答えになりました。周りにいた女子たち、なんて思ってたでしょう。1938年11月9日から10日、
あ、ちょうど季節は今ぐらいの頃ですよ。11月の9日から10日、1938年。日本で言えば、昭和13年、支那事変が始まってる頃ですね。ドイツでナチスが政権取ったのが1933年。それから5年経って、ベルリンオリンピック1936年、これもこなし、ドイツではナチスが盤石の力を持っていた頃、その時に起きた水晶の夜、クリスタールナハト。あの時見た CDF のドキュメンタリーでも、建物が燃えたりガラスが壊されたり、そんな映像がありましたね。実際そんな事件だったんですよ。ナチスが政権を取って5年、第三帝国、das drittes Dritte Reich、これはもう盤石でしたね、1938年。しかもナチスの経済政策というのは、公共事業をてこに国民経済を復活させる、それがものすごく効いて、この1938年の時点ではドイツ国民に豊かさが行き渡る、そんな時代でもありました。やっぱヒトラーはすごい。やっぱナチスは違う。そんな雰囲気があった頃、ナチスが大会開けば、もう、満員の、そして、みんなが酔ったように、アインフォーク、アインハイヒ、アインフューラー、こう叫んでいた頃ですよ。一つの民族、一つの帝国、一人の総統。当時、ドイツ国内にはポーランド系ユダヤ人がたくさんいました。ポーランド系であるがゆえに、いくらユダヤ人排斥を唱えるナチス政権、手出しはできませんでした。ポーランド系のユダヤ人に何かしたら外交問題に発展。言い換えれば、ユダヤ人はポーランドにいたとして、まあ今となっては奇妙な言い方ですが、ドイツに行けばなんとかなる。だって外国人なので、外交問題に発展するドイツが丁重に扱ってくれる。ドイツにはポーランド系のユダヤ人がどんどん来ました。で、この1938年にね、ポーランド政府が、国外にいるポーランド人は、そしてユダヤ人ですね、国内にいるポーランド系のユダヤ人、こういうのが正しいですね。国内にいるポーランド系のユダヤ人は、もう政府として自国民と認めない、こんな法律通したんです。もう一回言いますよ。国外にいるポーランド系のユダヤ人も自国民として認めない。すると、それまでドイツにいた、ドイツなら安全だ、むしろそう思っていたポーランド系ユダヤ人は無国籍となって、そしてドイツ政府は
気兼ねなくそういうポーランド人たちを排斥できることになりますね。ただし、当時のナチス政権、このポーランド政府の法律に激怒したようです。なんだと。自分とこで持て余したポーランド系ユダヤ人をこっち持ってくるんかと。やめろと。もちろん、やめろと言っても、主権国家であるポーランド人がそれを聞く必要はありません。まあ、はっきり言ってしまえば、ユダヤ人はポーランドでも嫌われ、ドイツでも嫌われ、そしてドイツにいたらいくらナチスの政権下であっても滅多なことはできない。だからドイツ系のというか、ドイツにいるポーランド系のユダヤ人が増えていたんですが、そのポーランド系のユダヤ人、ドイツ在住に対して、ポーランド政府が、もうあなたたち無国籍ですよ。すると、ドイツ政府は外交問題を気にすることなく、このドイツ国内にいるユダヤ人を何とでもできますね。そして起こった11月の水晶の夜。伏線としては、その前月、1938年の10月に、ズデーテン地方の割譲、ミュンヘン会談、ズデーテン地方の割譲、ミュンヘン会談、これは高校世界史でも出てくるでしょう。ドイツ人が多く住むチェコ、スロバキアのズデーテン地方を割譲しろ。ヒトラーのこの要求に対して、イギリスのチェンバレン首相、フランスのダラディエ首相、応じちゃったミュンヘン会談、融和政策と呼ばれました。これでヒトラーが黙るんだったら、チェコスロバキアに泣いてもらっても、ズデーテン地方割譲やむなし。それが英仏の首脳の決断。当然ヒトラーは「よっしゃ」と。イギリスやフランスの首相は「我が意のままになる」。そこにポーランド政府の、ドイツにいるポーランド系ユダヤ人は我が国民にあらず、ドイツにいるポーランド系ユダヤ人は我が国民にあらず。クリスタルナフト、水晶の夜、1938年11月の9日から10日、夜にシナゴーグ、ユダヤ人の住居、ユダヤ人の店舗、もうドイツ各地で襲われました。そのガラスがキラキラ光ったから、水晶の夜、ドイツ人の先生教えてくれた通りです。ユダヤ人は商業に関わっている場合多く、店開いてたんですよ。そこに、まあ、ナチスの親衛隊員が乗り込んでいって、ガラス壊して、ショーウィンドウ壊して、そのガラスが水晶のように見えた。ポーランド人というか、ポーランド系ユダヤ人、これが
無国籍となったことにより、ドイツで迫害され始めた。その知らせを聞いて、その知らせを聞いて、フランスですよ、パリにいたポーランド系移民の若者が、パリにいたポーランド系移民の若者が、パリのドイツ大使館に乗り込んでいって、そのドイツ大使館員を射殺するという、そういう行動が起きたんですよ。もう一回言いますよ。ポーランド政府が外国におけるユダヤ系というか、ポーランド系ユダヤ人ですね、失礼しました。ポーランド系ユダヤ人、これはもう自国民と認めない。そうすると、その無国籍となったポーランド系ユダヤ人に対してドイツ人の迫害がすでに始まりますね。その迫害を目にしたパリにいたユダヤ系の若者がパリのドイツ大使館に赴いて、そこのドイツ大使館員を射殺する。これへの報復だったんですよ。今お話ししている水晶の夜は。つまり、何の罪もないドイツ大使館員がパリでユダヤ人の若者に射殺された。そのユダヤ人の若者は、どうやらドイツ国内におけるポーランド系ユダヤ人の状況、それに憤激して射殺したらしい。なんだそれは。今まですでにユダヤ人に対して寛容な政策をとってやったこの我らドイツ人に、かようなことをするか。どこへ行っても嫌われ、けれど我がドイツでは受け入れてやった。 それゆえドイツではユダヤ人の数が増えた。ポーランド系であるがゆえに手出しもしなかった。なのに、なんだと、パリで我がドイツの大使館員をユダヤの若者が射殺した。これは、つまりこのパリにおけるドイツ大使館員の射殺、これは褒められたものではありません。これに憤激するのはドイツ国民、あるいはナチスとしてもある程度正当。当時ナチスの宣伝省はゲッペルス、ゲシュタポリーダーはハイドリッヒ。このゲッペルスとハイドリッヒ、彼らが動いたと言われますね。水晶の夜、ドイツ各地のシナゴーグ破壊、ユダヤ人の店舗が破壊。翌年1939年にはドイツ軍のポーランド侵攻。ドイツとポーランドの対立、それだけでなく、ドイツ国内にいるユダヤ人は、もう最終解決しなきゃいけない。
後の収容所建設に続く段階、ここで始まったと言っていいでしょう。まあ、だからこそ私が大学4年の時に見た CDF のドキュメンタリー、シナゴーグが燃える映像、ユダヤ人の店舗がガラス壊される映像、ただしどうでしょう、そのガラスがキラキラ光ったのが水晶だなんて、誰が言い始めたんでしょうね。夢ラジオ、真夜中の横浜港北を見ながらの放送。真夜中といってももう日付が変わっていますね。朝早くからのお仕事、湘南まで行かねばなりませんから、休まなきゃいけないんだけど、こんな放送やってますよ。水晶の夜、取り上げました。ご視聴ありがとうございました。これで私も休むことにしましょう。おやすみなさい。